パトラネラ! ¡Patronela! ¡Majo ni nanka! ¡Shinai! ¡Zeska! ¡Zeska! ベアトリーチェは死者を何度でも蘇らせてくれるよ。だから悲しくないよ。だから死んでもてめえは許さねえ。絶対に許さねえ。 何が魔女だ! 何が魔法だ! 俺は全身全霊をかけてお前を否定してやるぞ! 何が何でも てめえを認めるわけにはいかねえ! 俺をここまで敵に回しやがった以上 絶対にてめえだけは許さねえ! 許さねえ許さねえ絶対許さねえ! よくもこの後ろ宮バトラーを敵に回しやがった! 何が何でも! 貴様を否定してやるぞ! どんな不可解だろうと 全部人間で説明してやる! この世から!細胞の人欠片まで残さず消し去ってやる。よくぞ言ったぞ、バトラとやら。それでこそ我が千年の退屈も紛れるという。さあ説明するがいい。人間とトリックとやらで説明してみせるがいい。そして人間の身の程を知るがいい。我が千年、人間どもが気づいたとかいう100年で太刀打ちできるか 試してみるがいい。それでこそお前を屈服させる楽しみが増すというもの。さあ聞こう。バトラとマリアの手紙は6人の殺し方はシャッター、レシートの封印はチェーンの密室、カノンのボイラー室、源氏たちの客間は夏日の自殺は、碑文の謎は、隠された黄金の在りかは。 バトラとやら、人間の力を見せてもらおうではないか。<笑><笑>